発達する熱帯低気圧に関する情報をお伝えします。現在マリアナ諸島付近にある熱帯低気圧ですけども、今後発達し台風となる見込みです。それではですね、まずは気象衛星ひまわりの方から雲の様子を見ていきたいと思いますが、こちらになります。こちらの方を見ていただくとですね、マリアナ諸島のちょっと西側になりますけども、白な雲の塊があります。これが熱帯低気圧です。この後なんですけども、熱帯低気圧、まずは現在の位置ですが、27日の21時現在になります。マリアナ諸島付近にあって西北西に15キロ進んでいます。中心気圧は1400ヘクトパスカル、最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルです。明日28日午前9時には最大風速が18メートルとなり、台風となっているものとみられます。台風となった場合は台風5号という形になります。その後さらに西の方に進んでいくような状況となるわけなんですが、現在の予報円の中心等あとはを見ていくとですね、29日30日というところで、沖縄から九州南部の方にだいぶ近づくというような予想にもなっていますので、今後の情報には十分注意をしてください。以上、発達する熱帯低気圧に関する情報をお伝えしました。また皆さんのお住まいのエリアの詳しい情報はアプリウェザーニュースもご覧ください。